なちゃん大阪に来ています。はい、なんでね大阪に来てるかと言いますと、今日はですね大事な大事なイベントがあって、関西コレクションがあります。関西コレクション当日の朝なんですけど、今回はねカンコレの様子を裏側的な感じでご紹介したいと思います。では今から会場に向かいます。それではレッツゴー。到着しました。到着しました。楽屋に一番乗りです。今のところ誰もいません、ちょっと中あんまり映せないけど、ちょっと、うん、準備します最初は自前なので。あ、そうだよね。最初はなんか紹介とかしに行くやつ、アンバサダー就任ということ本当ですよ。ありがたい役を担っております。できますか？頑張ります。めっちゃ飲みましたよね。めっちゃ飲みました。今オレンジだけど、なんか次髪色決めてんの？決めてないです。でもなんか違う色もやってみたいな。次は何から？ワインレッド。あ、いいね。赤いいな、なんか。赤っぽい。うんうん。ブリーチしたから色も入りやすいし。うんうん。したいなって思います。したいなと。したいな。メイク？メイク。今日のメイクのポイント何ですか？メイクのポイント。めっちゃ朝早かったから。やばい。寝てる。あ、今日あれだよね。新幹線で事件起きて。そう。今日やばい、本当に。眠くて新幹線で寝ちゃってたんですよ。で窓側の席だったんで、窓側の席って飲み物置くところになんか出っ張ってる部分があるんですよ、ちょっとそう、うんうん、出っ張ってる部分があって、そこに寝てる時に多分無意識でこうカーンってぶつけちゃってでしかも2回もで2回ともタンコブができました。結構腫れてます。ちょっとカメラではね、あ、でも分かるかも、うん。いや、やばいよ、本当に。初めてタンコブできた。いや、しかも2回はやばいよね。2回やばいですよ。隣の人がびっくりしてたんじゃない？そう、もう音が多分やばかったからびっくりしてて、周りの人も、うん、って。わかります？視聴者さん、この2つこうボコボコってなってる、これタンコブです本当にやだまあでも前髪があってよかった。うんうん、ちょうど隠れる位置で本当によかったよ。本当にこれでどうしよう。アップスタイルでっつって。いや、もうそれはもう絶賛お断りしよう。タンコブあるでちょっとタンコブできちゃって言うのも恥ずかしいんだけどやばいでしょ、タンコブできちゃってって。関西コレクションの公式アンバサダーということで、この撮影の裏側です。今からね、いろんなブース紹介しに行くんだよね、はい、いろんなブース体験していきます。楽しみ。バイバイ。万博のね、イメージキャラクター、はい、ミャクミャクさんミャクミャクです。撮影にお邪魔しました。じゃん、続いてはサンリオさんのドーナツとかが売ってるワゴン車私はキティちゃんのクレープを頼みました。めっちゃ可愛いやん。マジで可愛い。このキティちゃんいる。デコってんねんな。これ食べれるのかな。食べるのもったいないもったいない、ね、でもマジ映える。いただきます。どっから行く？どっから？ちょっとキティちゃんはちょっと食べにくいここら辺から行く。うん、おいしそう。どう？うんうん、クレープの生地がもちもちで、生クリームが甘くておいしい。最高だね。コーンフレークとかいちごとかマシュマロとかクッキーとかすごい盛りだくさん、いろいろ入ってます。うんうんうん、いっぱい乗っててなんか楽しめるね。いや、マジでおいしい。やっぱりおいしいものも食べれて、いろんな体験できて幸せです。やばい、落ちそう。もうすぐ会場だね。やばい。ということで、楽屋がね、はい、入れ替わりました。入れ替わり、なんか朝ね、ちょっと違うところだったけどね、ちょっとドタバタしちゃってたんですけど、ね、今はちょっと一番乗りでまたそうだね。でもここあれじゃない？普段多分さ、野球選手の人たちがさ使う。あー、確かに。めったに入れないから結構レアだよ。確かにね。
嬉しいね。毎回ね、関西コレクションさんこうやって一人一人にこうメッセージを送ってくださってる。なんかありがたいね。しかも手書きでね、心のこもったメッセージでいつもありがとうございます。本当に毎回ギフティングがめっちゃ豪華で。そうだよね、今回もやっぱメイクとかね、なんか置いてそうです。前回もすごくて、いろんなコスメとか。うわ、なになに、なんだろうこれ、すごそう。わ、すごい、なんか初めて見たかも、このブランド。ボディミルク、ボディウォッシュ。これはなんだろう、ハスキシートかな。他はめっちゃお高そう。お高そう。化粧品なんだろう。ありがとうございます。なんか高級感すごい。美容オイル。美容オイル、めっちゃいいじゃん。美容オイルなんか塗ったことない。それなに、パック、パックかな。いいね。バイト来た、バイト。そうだ、もうなんだかんだ言って結構お昼過ぎてた。そうですね。じゃーん、お昼ご飯です。めっちゃ美味しそうやん。めっちゃ豪華、毎回豪華な。いただきます。お願いします。はい、ということでフィッティングとメイクが終わりました。メッセージ欄に来てます。オータム&ウィンターということで、ライトとかもあってライブ開始。なんかもう緊張しすぎてそれを通り越してます。楽しむしかないです、これは。2ステージ目どうですか、緊張しましたか。めちゃくちゃ緊張しました。結構でも堂々と歩いてたけど。歩けてました。うん、歩いてた。でもちょっと心の中では、あー、やっぱ緊張するなと思いながら。あのポーズは何なの、かんちゃんとのこうなんかやりとりあった。ステージ出る直前まで考えてて、一緒にどうしようどうしようって、あの3つこうポーズ決める場所があるから、ちょっと難しかったんですけど、やっぱかんちゃんがさすがモデルって感じ で、ね、ですごいやりやすかった。そうだよね、心強い感じだったよね、はい、ということで、あ、で、次の着てる服は制服ランウェイの衣装。前の制服ランウェイの衣装着たことあるんですけど、またすると違った感じの衣装で、結構淡めのホワイトと、確かになんかピンク、白のこのジャケットっていうか、あのブレザー、珍しいよね。珍しいですね。いいじゃん、あのオレンジヘアも生えていいじゃない。合わせてくれたのかな。オレンジヘアだから。はい、っていう感じで、じゃあ2ステージ目も頑張ってください。姿をお届けできたんじゃないかなと思います。本当にまたこうやってステージに立たせていただけるように、私自身も精一杯頑張りますので、皆さんよろしくお願いします。はい、努力していきましょう。頑張ります。はい、ということで関西コレクションの裏側密着どうでしたでしょうか。今日は本当に楽しかった。ありがとうございました。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。いつもからチャンネル登録もよろしくお願いします。では。